長松敦氏は、戦前日本の植物学者、実業家、政治家。ドイツで植物学を学び、帰国語学習院大学教授を務めたが、間もなく、非職を命じられて、東京火災保険取締役に転身し、社長に上り詰める一方、男爵継承以降長きに渡り貴族院議員を務めた。現時元年4月15日、須王国吉時期、郡や原村に、 長州藩市長召官の子として生まれた。明治2年頭幹は、大長官大使小弁に任じられており、これに従い上京したと思われる。平川学校卒業。1874年9月東京外国語、学校英語科に入学、後東京大学予備門に吸収されたが、1878年3月、第二級在籍時、慢性医病のため予備門を退学した。 1880年9月学習院英学科校期4級に入学し、大久保忠則、徳大寺君広、山口広達、山崎修瓶を同級生とするも、1881年1月退学する。1881年3月、京都府知事、牧村正直を頼って、京都府京都中学前期2級に入学したが、宮高知による劣等感から、合成の助、 カラスマ地下の女等を悪友として遊び歩く生活を送った。10月静岡県中学高等2級に転校した。1882年東京大学理学科専科に試験を経て入学し、矢田部良吉、松村・つとむさん、大久保・サブロに植物学を学んだ。1884年2月東京大学を中退し、3月日本発、6月、 ビュルツブルグに到着し、ユリウス・マクシミリアン大学ビュルツブルグに入学、ユリウス・フォンザックスに植物生理学を学び、葉緑体の作用についてを発表、1886年7月7日試験に合格し、論文観光に伴い、ドクターゼ・フィロセファを取得した。論文執筆後旅に出て、8月5日ミュン編を訪れ、 森鴎外とフィンステルワルデルコーヒー店を訪れ、13日、賢者、ナータンを感激した。1887年6月帰国し、6月14日、飯島伊佐に代わって学習院教授に就任し、麹町区一番町54番地の米倉、一平名義の土地に住んだ。しかし、1890年8月12日学生改革に、伴い秘職となり、 1893年8月9日、胃がん退職した。1893年11月12日、東京火災保険評議員をしていた、岐阜、米倉一平の圧戦で、取締役として入社した。1911年1月24日、常務取締役、7月26日取締役、副社長、1931年7月13日、 取締役社長となり、7月31日、協議委員。また、1911年1月31日申告声明、社長、1919年11月24日、生命保険会社協会取締役、その他同じ系列にあった、帝国会場保険取締役社長、東洋火災取締役社長、太平火災取締役、第一火災取締役、 東京放置期取締役社長等も兼任した。1913年4月16日から10月まで、王子電機機動取締役社長。1920年4月欧米を視察し、ロンドンに代理店を設けた。1903年父が死去したため、7月24日、男爵の地位を継ぎ、1904年7月10日貴族院、男爵議員に当選した。 当初木曜会にあったが、1910年2月振興クラブに移った。1905年2月、日本工業銀行法中改正法律案、1909年3月、佐行法案、1911年2月、予算委員会で登記手続きについて発言を行う。1911年7月10日、任期満了、同日再選。 1916年2月簡易生命保険法案。1918年3月有価、証券カップ販売業法案について質疑を行う。1918年7月9日、任期満了し、7月16日再選。1919年2月、予算委員会で、高知整理、特許局、米の供給等について質問した。百二十五年七月九日、 満了、万九1927年11月12日補欠選挙に当選した。1932年7月9日、満了。万九1941年風邪をこじらせて、肺炎を併発し、4月16日午前7時30分、死去した。ありがとうございます。